香港での手続きや用がやっと終わった。これからはこの友枝町にずっといられる。さくらがこれ以上不安にならないように。わからないことばっかりだけど、私にできることをやろうと思うの。その時のために俺はここに来たんだ。カードキャプターさくらクリアカード編 NHKBS プレミアム1月7日午前7時30分スタート。